週刊少年マガジンにて連載中、宮島礼司先生による累計1300万部突破のメガヒットラブコメ彼女をお借りしますが、ついに任天堂スイッチ、プレイステーション4に登場。彼女をお借りします。水平線と水着の彼女。このゲームでは海の家と民宿でみんなとのバイト生活を体験できるぞ。1日4回誰のサポートをするか選択するだけの簡単なゲームなんだけど、当然適当に選んでいるとバイト失敗、ゲームオーバーになっちまうからな。各パラメーターと4人のヒロインの状況を見極め、的確にサポートをしていってくれ。バイトに参加してくれる4人はこのメンバー。俺が初めて出会った廉価のであり、恋心を抱く水原千鶴。すっごく可愛いのに俺のことを彼氏と呼んでくれるさらしなルカ。水原の廉価の仲間で、人見知りなんだけど頑張り屋さんの桜沢澄。俺のことを師匠と呼ぶ元気いっぱいのコスプレイヤーで配信者、八重森ミニ。ゲーム後半はバイト中に仲良くなった女の子とのキャラクターストーリーが展開するんだ。どんな物語になるのか、どんなバイト生活になるのかはゲームをプレイしてからのお楽しみな。あと七海真美ちゃんが登場するキャラクターストーリーも解放されるぞ。限定版の同梱物には妄想ドラマ CD4 枚とゲームオリジナルサウンドトラックを同梱。妄想ドラマ CD にはヒロイン5人を題材としたメイド妄想編、義理の妹編、新婚生活編、高校生編の4編の妄想ドラマを収録。いやいやいや、こんな妄想って引くなよ。みんなだって同じ妄想するだろ。な、な、な。んで、ゲームオリジナルサウンドトラックにはゲーム中に流れる BGM と出演ヒロイン5人組が歌うゲームのテーマソング、サイダーの向こうを収録。また購入特典として宮島礼司先生書き下ろしミニ色紙プレゼントキャンペーンがあるからよろしくな。任天堂スイッチ、プレイステーション4用アドベンチャーゲーム、彼女をお借りします。水平線と水着の彼女、2024年11月28日発売。